ません。はい、ということでね、今回の企画は、これ、いつも無視。あっ、なんかいる。ボジの最初のやつ気になってくる。あっ、俺になるけどね。友達は全然、お前にするから。やめ。ゴー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 。新曲まだた君は運命の人、そして我々ね、君と過ごす一番の特別なクリスマス、ちょうどせっかく新曲がね、カラオケ配信されたということで、ね、最低対決をやっていこうかなと思います。我々のこの通常君クリはこの撮影日の11月27日全国カラオケ配信ということで、おめでとうございます。まあ、ぜひね、皆さんに歌ってほしいことなんですけど、まずは君たちが歌わないとお話にならないということで、はい、この最低対決をやっていこうかなと思います。はい、ちなみにまだと昨日ワンマンライブやってますからね。はい、あ、そうなの。そうです、来てくれたやん。はい、ということでですね、今回はね、カラオケ祭りやっていくんですけども、どうですか、マンブス、自信は。いやでも、これ、最近したことないから、これね、出ないです、多分。今までこうカラオケバトルしてて、出そうな曲を選んでたから、うん、でもこれは多分出ないです。じゃあ、この曲に関してはもう、ライブに聴いてくれるってこと。そう。じゃあ、なんで読んでるの。じゃあ、歌わなくて歌えんって、ほんとつっちゃう。いや、ちょっと待って、ど…ダメ、そんなこと言わないでしょ。お父さん、鼻欲しいんですか、撮影中に。じゃあ、マジで、そっか言う。どうも、ありがとうございます。まだちょっと、一曲真剣勝負やっていきたいと思います。はい、どうぞ。This is brothers。 ということで、続き、君くりね、じゃあまずは先行で歌っていきましょうか。まずちなみにだけど、結構いい点数出るよ。いや、この曲出やすいと思う。あ、なるほどね、そもそもがね。じゃあ新曲、君と過ごす一度目の特別なクリスマス、入らないですかね、君と過ごす一度目。さあ、君くり、聴いてくれ。新曲です。
過ごす一度目の特別なクリスマス、サンタより早く君を鈴木、鈴木。さあ、ラストバトル、これで決まります。98.375。さあ、ソウさんの番です。ソウさんいきますか。君は運命の人、お願いします。アズマショーはいけ。ラスト。君は運命の人、そんな君と出会えたことを。ということで、点数的には鈴木鈴木勝利ということで。
やっぱきついでしょ、あれ一人で。いやでもこれ見てみたい、点数出してる人。逆にということでね、まあ、そんなマナト君からまたね、ちょっと報告があるということで、はい、僕、近々、新曲が出るんで、はい、ぜひ、聴いてください。今回どういったコンセプトで秘密です。秘密なんだね、今回は。今貼ってますね、マナト。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はマナト君、そして登場したマナト君、お楽しみということで、せーの、バイバーイ。